今近寄らないようにご協力をお願いいたします。それでは扉が閉まります。ご注意ください。扉付近には近寄らないようにお願いをいたします。扉閉まります。それでは皆さん改めましてこんにちは。はい、元気な声でありがとうございます。では、こちらですね、洗車機体験となります。今からみんなで出発進行と大きな声で言ってください。せーのと言ったら、言ってください。それでは発車いたします。ではせーの、出発進行。はい、元気な声でありがとうございます。では電車も来てますのでご注意ください。左の方をご覧ください。左にはですね、今、緑色の電車入ってきてます。スターラのですね、ラッピング電車となっております。で、こちら今使用している電車はですね、11月1日から走行開始いたしました飯田寝内用のラッピング電車となっております。なお、隣2番線にいる電車はですね、ナオトラ号で、そちら運転士車掌体験の電車となっています。では、この先ですね、まだ動いてない洗車機の横を通りまして、1回燃焼検査するピットの方に向かいます。まもなく洗車機、前の方から入ります。両側ですね、ご覧ください。みんな、お父さんやお母さんの車、ガソリンスタンドで洗車機の中入ったことある子、手を挙げてください。なかなか入りますね。前の2回もなかなかいらっしゃいました。車を洗うように、電車にも、洗うための機械がありまして、やっぱり車より大きいものですから、非常に機械としては大きなものとなっています。では、この先ですね、ちょっと暗いところに入ります。そこはどういうところかと言いますと、電車を検査するためのピットとなります。で、ピストなんですが、足元ですね、非常に狭くて深く、危ない場所になっていますので、電車の中からの見学となります。電車の中からの見学となりますが、窓を開けないように、ご注意をお願いをいたします。